花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは、金谷史郎です。1週間ご無沙汰いたしました。今日でですね、今年最後の放送、生放送になりますけども、金谷史郎の音楽魂、今日も楽しくねやってまいりましょう。松下利美さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ね、1年間どうでしたか？いや、もうなんか今年は忙しかったです。ああ、そうですか。はい、おかげさまで。はい、桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。今日ね、今年最後の放送ということでですね、締めくくりにふさわしい、ちょっとご紹介しましょう。本当ですか？諸岡健二さん、イエイ。どうもこんにちは、こんにちは、ブルーマンの諸岡です。よろしく。ブルーじゃないですかね。はい、素敵な、あのブルーの革ジャンというのはなかなかね。ハートがブルーなんで。ね、久しぶりですけども、どうですか、はい、お元気ですか？いや、まあ、元気してますよ。ね、元気せんばいかんでしょうか。ねえ、諸岡さんといえばですね、僕は諸岡さん言うな。いやいや、一応まあラジオですから、はい、諸岡健二、ないですよ。すみません。元気しとった？もう元気です。もう本当に金尾さんのね、金尾さんにはもう ご心配ばっかりね。いつもね、相談乗ってもらったりして。いえ、今年ね、うん、本当に僕、長崎とかほら、福岡に一緒にね、行ったね、うん、お世話になりました、いろいろね。来年も行きますよね。ねえ。あ、マジ行く。あ、マジ行く。本当？行くやろ？あ、俺行く。行くやろ？何の話をここでしようとかいいな、みたいなね。でもね、そのために僕は、あれですよ、カナオさん、ほら。何？ストレッチをやってね。え？カナオさん仕込みの。ストレッチ。そうそうそう。毎朝やってる。あれのおかげで1年持った。本当？本当本当。いや、よかったよかった。ちょっと僕がね、俺がガラスの腰がやばいって言って、そういう話聞いてね、ちょっとしてごらんって。そう、メッセをくれてね。うん。5倍って聞く倍って言ってね。だから朝、毎朝してる。あ、本当？うん。やっぱりいい？いい、よかよか。本当？それと、あと、なんていうの、スクワット。へえ、はい、あ、そうなんだ。やってますね。はい。いや、だからあなたはすごくね、まあこのまあ、冒頭であれですけども、はい、この間新聞にもね、取り上げられてましたけども、捕まった記事、いやいや、悪いことじゃないんだけどもね、はいはい、がんを克服してね、あ、その時からまあ、もう十数年前ですかね、あれは。がんね、9年目でしたね。9年目。俺10年とか言ってたけど、まだ9年目でしたね。あの時はまだ僕もほら、獣学院か、うんうん、にね、講師としていた頃ね、同じ釜の飯を食いましたね。食いましたね。いろいろありましたけどね。いろいろありましたね。でもね、講師陣はね、よく頑張ってですか、ね。そうだね。俺たちね、研修陣。うん、だから。ちゃんとなって。あとね、中村義人くんとかもね、いましたね。はい、ね、本当ですよ。うん、ね、女性はね、アンナちゃんとかね。あ、いろいろね。うん、頑張っておりますから。そうですよね。はい、はい。いろんな方いらっしゃいますけども、ね。はい。いや、でも、ああいう思いを共にしたっていうことがね、今、やっぱあって、その学校もね、うん、まあ、引き継いで。そうですね。はい。諸岡さんがやられてるっていうことは、まあ、大変なことなんですけども。大変ですよ。素晴らしいと思うよね。まあ、素晴らしいことかどうかは分かんないですけど、うん、いや、それはあれですね、自分がやる人いないじゃないですか、うん、だから右下がりのね、うんうんうん、とこなんか、うんうん、で、俺に来たかみたいな、うんうん、いや、俺はやんないって言ってたんですけど、うんうん、だけど、やっぱりやる人いないと、こういうの、不登校とかは、やっぱり。うんうん、受ける人いないからとか思って、ほとんどね、まあ、ちょっとそのかいつまで説明しますと、その不登校だったりとか、そういう引きこもりとかね、うん、子供たちがほとんど多くてね、そうですね、そういうあとはプロになりたいっていう子も半分ぐらいはいるんですけど、はいはい、うん、そこからデビューするっていうね、はいはい、子とかもいたんですけども、まあ、今思うとすごく僕は楽しい思い出でしたけどもね、そうですね、うん、はい、ただやっぱりその講師としてやるのと、その経営者としてね、うん、そこをやっていくっていうのはまた違った意味でね、うん、
大変ものすごい大変なことだと思うんですね。大変ですね、はい、うん、まあその辺はただやっぱりでだからやっぱあなたほら昔から優しいから子供たちをねはい、守ってあげたいという気持ちが強いじゃないですか。僕なんか、まあ、子供は好きですよ、うん、僕らは割と適当 に僕らの頃ってほら最初の頃暴走族だったりとか、はいはいはい、アルコール中毒だったりする子供たちがほとんど僕のね、うんうん、そうですね、クラスに来ましたけど、うん、はい、もうね、そういう、ね、懐いてね、懐いてね、もういや懐く懐く、そういう子はね、そういう子はね、僕懐くのよ、ね、うん、アル中治ったもんね、うん、おかげで俺がアル中になっちゃったりですしょうがねえなっていう、ね、感じですけどもね。でね、金尾さんなんかはもう本当にね、男性のね、男の子に好かれてね、あ、僕なんか ろくでもなかったからね、適当にやってたんですけど。いやいや、だからみんなね、慕っててね、諸岡さん慕ってて、やっぱりそのね、意思を引き継いで今がね、やられてるっていうことでね、本当頑張っていただきたいと思いますけどね。もう頑張ってますね。ね。史上初頑張ってますね。ね。それでその、やっぱりこう、その病気からね、病気っていうか、その癌っていうね、ね、ものから、うちの兄も癌でね。あ、そうですよね。うん、胃を全部取っちゃったんですけども、うんうん、今また元気でね、復活してますけども、うん、そうですね、うん、そこからまたその、這い上がってですね、あなたがね、で、子供たちに対してね、すごく愛情を注いでいくっていう、残りの人生はとか書いてあったよ。早いよね。でもね、俺、本当はお袋が早く死んだから、だいたい53ぐらいで死ぬと思ってたんで、うん、それより長く生きてんなと思って、うん、なんかやってますね。はい、なんかね、ただね、うん、あれですね、やっぱり大変は大変ですね。昔、僕が、やっぱりね、なんか俺はもう毎日がパラダイスバイって言って言った罰が当たったんですね、うん、毎日休みでお金はあったんで、うんうん、僕ね、うん、意外とあそうなんだそうそういう生活がミュージシャンで長かったんで、うん、ところがどっこいね最近になってね金も時間もなくなって毎日がきついぞみたいな。なるほどね、はいはい、俺ねもう40年金も時間もないからね結構それで慣れたね、うん、それでちょっと今健康にね いられるっていうのか分からんけど、うん、いやいやね、すごく素敵な朝飯とか食べてね、うん、いやいいなと思っていらんこと言うなよそれでね早速ね、はい、ちょっとこう、Facebook とかでね、リクエストが来てたので、あなたの、あなたの、はいはい、その、このシングル CD。シングル CD、はい。ね、これ珍しいで。珍しくでしょ珍しいよね、これシングル CD。お、これ誰やつって、ね、もう、こういう感じだったんやね、あんたね。昔ね、うん。ちょっとこういう感じで今動画撮ってますけどね、後でね、動画お楽しみいただきたいと思いますけど、ね。髪は長くてスリムでした。この時はもうボクシングばっかりやってたんでね。もともと野球をやってたんですよね。そうそう、野球少年でね、うん、パチパーまで東京出てきたからね。本当。すごい論言になって。はいはい、それがだんだんこうほらアフロヘアみたいになって。はい、僕もそうだったね。だんだん論言になって。ああ、なるほどね。はい、この中でね、はい、どちら様なんかリクエスト来てましたよね。はい、それで なんていう方でした。なんか最近お知り合いになった方から来てて、うん、その B 面なんですよ。あ、これシングルの B 面に入ってる曲、なんていうシャウトっていう曲。シャウト。はい。じゃあ早速それ聞いてみますか、はい。はい。よろしくお願いします。はい。Take it.
ボーカリストの声っていうのはこういう声なんですよね。そんなことはね、あのね、かっこいい声だね。いや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 、いや、あのやっぱロッド・スチュワートとかね、あのサム・クックとかやっぱそこら辺好きだったね。はい、ね、やっぱりね、そういうとこに憧れがあったんで、うん、やっぱりそういう声になりたいと思って。いやでも生まれ持った声だから、それをずっとキープね、うん、してるっていうのは素晴らしいなと思って。ロック歌ってる人ってなんかいろいろビジュアル系とかこの後どんどん出てくるんだけど、うん、あのいわゆるその歌謡曲の声じゃん、しゃくったりなんかして、まあね、ロックのボーカリストの声じゃないもんね。いやいや、しゃくって歌うみたいな変な歌い方するんで、それはそれでいいんですよ。いや、そう、ね、それはそれでいいんだから。またこんなこと言うから俺お叱り、本当だよ、本当に余計なことは言わん。いや、いやでもね、あなたはやっぱロックボーカリストとしてね、素晴らしいと思いますよ。声だけですよ。いや、歌が下手だもんだって。いやいや、全然そうなんだよね。だから、あの結構少ないですよね、日本人のボーカリストにしてみれば。まあそうです ね、まあ、ね、こういう少ないと思いますよ、はい、すね、はい、だから CM とかね、いただけるんだと思うんですよ。コマーシャルもいっぱいね、はい、そうですね。これもコマーシャルのなんかあれですか。ですね、これはねカップリングなんで、はいはい、A 面は、河合塾っていう塾。あ、はいはいはい、その B 面っていう、その B 面の、はい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 、当時ね、やっぱりね、うん、僕が B メンバーは僕が作ったんですけど、シャウトっていう曲は、うん、やっぱりね、事務所の人はね、僕が作る曲はあんまり認めないんですよ。みんな最初そうみたいよ。だから福山くんとかも、うんうん、最初ほら作ってなかったじゃない、うんうんうん、それ僕の友達が作ってたのよ。博多の友達が作曲とかしてたのね。で、まあ、それで2枚目ぐらいからこう自分で作ってきたりするじゃない、はいはいはい、それで最初の人はいいよね、全部売れるからさ。あ、そう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 、ね、そうなんですね。ね、いや、でもね、俺の時は、うん、だけど若手のディレクターとかが、が、うん、いや諸岡さん作った曲絶対いいからって言って、うんうん、デモテープ作ってくれたら、うん、それが B 面に入るようになって、次のシングルが、うん、駒沢公園で作ったんですよ、これ。この声で夜中こうやって弾いて、あ、この曲、いや、これじゃない、次の、うん、別の曲なんですけど、はいはいはい、それも事務所に聞かせたら、うん、いや、こんな曲はダメだよみたいに言われたんだけど、若手がいや、もうそんなことを作りましょうって言って作ったら、それはドキュメンタリーの目撃ドキュンっていうね、番組 の、うん、エンディングテーマに決まった。それがすごいね。だからね、これもすごいいい、ね、センスじゃないですか。自分で作った方がセンスある、センス、ね、やっぱ長崎の前センスがあるもんね、センス中ね。いやでも歌が上手い人は九州多いよね、やっぱり。そうです ね、 なんかね、はい、多いですね。吉人くんもそうですね、中村吉人くんとかもね、中村吉人、そして、ね、人には叶う吉郎。いやいや、俺はもうろくでなしって言われておけど。まあね、こういう、これはね、どちらのリクエストでしたっけ、どれ、あ、ファックス来てますか、ちょっとご紹介してください。叶うさん、こんにちは、はい、今日は諸岡さんの声が聞けるので、おーおーおー、とっても嬉しいです、はい、仕事中ですがこっそり聞きます、はい、リクエストはシャウトです、うん、国立市の中島麻里さん。中島麻里さん、はい、はい、中島麻里さんで、あ、そうですか。はい、中島さんはね、はい、国立で自分が主催でね、うん、コンサートをやってくださいましたね。あ、そうなんだ、はい、そうなんです。あなたの、うん、そんな人がいっぱい、俺野郎しかいないんだよね。いやいや、立ちの部屋で会うとかね。いいね。桑名正宏さんを売ったね、はいはいはい、寺本さんというプロデューサーがいまして、はいはいはい、その方のパーティーをやったんですよ。その時に僕、寺本さんから桑名の月の明かりを歌えって言われて、はい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 、えらい緊張したんですけど、うん、その時にいらしてた方。ああ、そうでしたか、はいはい、桑名さんもね、僕らのその学校行ってた頃のね、スーパーバイザーでね、そうですね、いました、中野で飲みましたね、はいはい、飲みましたね、しょっちゅう飲んでました ね、 ね、桑名さんとは。でもね、今はね、桑名のね、うん、
偽物が、偽物が、ちょっと話題になってますよね。大変ですけどね。ミュージ君とかはよくご存知でしょ、よく知ってます。はい。ねえ。はい、あの、でもミュージ君の株が上がってるじゃないですか。最近ね。うん。そう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 。そのまあ、その対応の仕方がすごいとか、ね。そうですよ。この対応ってね。本当ですよね。どこにチャンスがあるかわかりませんね。そうそう。俺もクアナ、あの、ノラじゃないけど、ラノとか、ね。つまんねえな。つまんねえな。クアナのなんかを名乗り、でもね、僕思ったんですけど、うん、あの二世とかいうことで、うん、あの飯を奢ったり、うん、お金をあげたりするんではなくて、うん、やっぱり僕らは芸事をやってるんで、うん、芸に対してね、お金を払ったり、うん、なんかね、そういうことを、うん、やっぱり今回のことちょっと見直した方がいいなって、うん、正直思いましたね。なるほどね。うんうん、なんかそうですよね。うん、だ か, まあ、かわいそうじゃねえ。そうそう、2世の人もそうだよね、うん、だからいろいろね、うん、電話切っとけって言う方がお前すいません。でも一般の方も、はい、あ、2世って言ったらそうやって受け入れるんだとか思ってね。うそう、やっぱりね、そういう僕はこう経験がないからね、うん、そういうだからいろいろこう便利な部分もあるけども、うん、そういうほら学校にも来てましたよね、なんかあの いろんな演歌の方の息子さんとか、いろんな、ね、人が ね、うん、あのでもそういうのを隠してやる人と、うんうん、やっぱ堂々とそれの中 で、ね、あの戦っていく人とってもそれぞれ ね、うん、違いましたけどね。だって俺だってカナオさんの弟ばあいってずっとね、いやだから俺が有名じゃん、金貸してっつってね、いや破産やろね、いや当たり前やもうあのそれはないけど、そういう有名人のね、うん、そういうことでね、うん、なんかこうどうのこうのっていうのがね、うん、あると、うん、なんかね、そういう一般の人はそういう風なイメージがあるからすぐ乗っちゃったりするんですよね。そうでしょうね、うん、まあでもね、歌とかさ、うん、あの芝居を見れば分かるじゃないですかね。そうだよね、セクシャーおっぱいよりっと。はい、ね、あのノラさんの歌がね、面白かったですよ。俺聞いてないよ。あ、本当？見てない。本当、ほとんど見てないのよ。そんな歌もによ、あ、うまいの？ですよ。そしたらやっぱり一般の人は、うん、なんでノラの話になんだ。あ、まあ、え、それはいいですけど、まあいいんじゃない。居酒屋とかで、うん、クアナの息子です語って、うん、セクシャル歌うと、うまいですねって言うんだよね。どこがうまいんだろうと思うんだけど。あ、なるほどね。まあ、そういういろいろね、うん、ありますけども、はい、まあ、さてね、はい、諸岡賢治さんですけどもですね、はいはい、それまあ、学校のこと云々もありますけども、はい、その後のその経過っていうのは体の方はあれですか、大丈夫なんですか。体、大丈夫ですよ。本当ですか。うんうんうん、まあ、検査とかずっとしてたの。ね、5年目までは、うん、しましたね。で5年目過ぎて、うん、5年過ぎて、うん、あ、4年目の終わりぐらいに肺にね、なんか影ができて、うん、あ、そう、うん、やばいってなったんだけど、うんうんうん、大丈夫だったんですよ。あ、そうですか。で先生に、いや、俺腎臓だったから、うんうん、腎がんは10年見てくださいって言われて、うん、っつって、うん、先生、いや、俺はもう10年経ったら違うがんが出るから、うん、もういいですっつって5年目で辞めました。行ってないですね。だから あとは区の検診してるから。あ、そうなの。なかった。抗がん剤治療とかしなかったの。あ、抗がん剤僕はね、しないで済んだの。うーん、バーッとこう切って。あ、そうなんだ。あばらをバーッと切って。あのね、うちの親父の時も、うん、そう、肺だったんだけど、うん、昔はそうだったんだね。あばらを取っちゃって、うん、骨取って手術してたのよ。ああ、そうですね。背中をガッて、ね、だから助け状に切られてたからね、親父。で、元気になって一回出てきて、背中流してたら、うん、バーって切れてるわけよ、うん、助け状に。はいはい、ああ、これ痛かっただろうなっていうね、うん、あれがあるけど、今もう手術の仕方も変わってきてるよね。まあそうですね。うん、でも起きた時痛かったですよ。ああ、ほんと。わいて、痛いてっつって。ああ、うん、それはね、綺麗、うんうん、な看護婦さん呼んで、いでいでいで、座薬入れてくれ。まだそうなってもそういうことをするっていうのはやっぱね、吸収も、いやいや、ね、腕じゃ効かないですよ。座薬が一番、そうだよね、絶対そうだよね、うんうん、そうですよ。
まあ、いろんな辛い経験もあってね、今がありますけど、諸岡賢治さんですけどもね、本当学校のこともね、僕はやっぱり同じ釜の飯を食った者同士っていうこともありましてですね、すごく心配でですね、なんかできることがあったらね、何でも僕もね、僕はほとんどないけど、励みになりますから、たまにいろいろ悩みを聞いたりもねしたいと思いますけどもですね、お互いね、はい、お互い俺はちょっと相談してもまあね、そういうことでですね、今日は生歌を、そうですね、生歌を歌っていただきたいなとか思うんですけど、いかがでしょうか皆さん。桑名さん、桑名さんじゃない、ね、ファンの方が後ろに、あ、今日ご紹介してくださいよ、ファンの、マッチのファンの方ですね。あ、本当。川口玲子ちゃん。あ、川口さん、はい、どうもどうもどうも。今度ね、僕ね、1月、今、ギターを一緒にバンドをやってる土方さんっていう。はい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 。土方さんマッチとかやってるんですよ。レベッカの人ですか？あ、それはね、じゃない。ここで長く。あ、そうですか。うんうんうん、あ、マッチとかやってる。あ、そうなんですか。そう。この前も大阪でディナーショーやってましたね。そうなんですか。玉木浩二さんとかね、はい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 、やってる人と1月は2人でね、名古屋行ったりする。あ、そうなんだ、どうなるんだろう、結構だからもうね、あなたいろんなその芸能界の関係のつながりが多いから。いや、芸能界はそんなないです、ね、いやいやいや、頑張っていただきたいと思いますけど、ね、いやいや、お互い頑張りましょう今日の1曲目何しましょう。あ、1曲目、うん、何を歌おうかなと思ったんですけど、僕ね、アニメでガンダムも歌ってるんですけど、うんうん、メタルジャックっていうのがあって、うん、それのオープニングエンディングをやった作ったんですよ、はいはいはい、で歌ってたんですけど、はい、その TM ネットワークのサポートでベース弾いてたひずめしょいとよっていうのと一緒に作ったんですけど、はいはい、ひずはもう亡くなっちゃうんですよたんですけど、でもこの曲がすごく、なんつうかな、アニメ的には結構残ってるんで、今日これ歌おうかなって。あ、いいですかね。いいじゃん。あんまり歌ったことない。タイトルはホールドオン。ホールドオン。おお、素晴らしいですね。続けるな。うん、いいね。ちょっとやってみますか。いいですかね。うん、
イエーイ。ごめんなさい、こっちに何か見せちゃって。いや、もう黙っときゃわからんとにさ、もういちいち言うのが九州の問題ね、正直なよ。言わなきゃわかんなかったのにな。黙っときゃいい。よかったね。もう全然よかったのに。いや、相変わらずやっぱり、あの、すごいね、声でね、響き渡りますけど、諸岡健二さんですけどもね、ホールドオン。大体まあ、九州のもんおらんもんね。おらびきらんのになったらもうおしまいけど。そう、その場って、おらぶなって言われるでしょ。うん。もう、だから最近おらばんもんですよ。あ、僕も。俺だって医者に言われたんだから、10年前に。なんておらぶの禁止って。なんでいや、だからほら。うん、そう生態というか俺はほら影があったから、あ、胸に、あ、もうおらわん方がよか、うん、だからもうおらんだらいけませんって言われた時にラジオ始めたじゃん。あ、おらわんばたり。そう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 、だから毎週ね、うん、ささやくばっかりじゃさ。ああ、そっかそっか。うん、でもそれからもうおらび始めたわけよ、わざと。それで治った。うん、治った。まあでもね、あの、うん、僕らはね、おらんでなんぼですよね。あ、ね、っていうところはありますよね。僕もなんかこう、うん、結構歌をなんか自信持って歌えなくなったら、あ、終わりかなとか思って、自信今もないけど、うん、このなんていうかな、ちゃんとこうガーッとやれるのが、なるほど、ね、終わっちゃったらもう終わるなと思って、ね、なるほどね。まあ両方できるようになればね。うん、そうですね。それだ、ほら、だんだんそういうの求められるじゃないですか。そうですね。うん、ささやいてもいい、そのちょっと抜いた声がまた良かったりして、そうそう、うん、それと、そうですね、あの、あとこう、ね、シャウトも通るみたいなね。そういう風に、わ、なことは求められるよね。僕最近ささやくんだよね。ささやく。またこれがね、だからもう女がほろっと来るわけよ。いや、女全然来んよ、最近ね。ほんとほんと。なんだよな、これ、ほんとに。どうしようかなと思って。飲み屋で話してるみたいな。ちょっとハスキーな声でささやかれたら結構止まんない感じだよね。そうそうそう。いや、昔はね、なんかそんな感じだったんですけどね、もうダメですね。何、うん、ですかね。いやいやいや。後ろで聞こえますね。タオさん、タオさん、タオさんは、タオさんは、長崎の、長崎県の、ちゃんぽんをね、あの、応援するのと、長崎県人の、あの、シンガーを応援するっていう、次元門の会の会長でございます。あ、そうかそうかそうか。あの、長崎、あれですよね、あの、マイコちゃん、そうですね、とかね、いろいろなんかね、長崎は結構多いですか、結構ミュージシャンは多いですね。多いですよ、多いよ、多いよ、本当、うん、へえ、多いですよ。何ですかね、もともとそういう土壌あるんですかね、なんか。まあ僕のとこはほら佐世保だったんで、米軍基地とかあったんで、はいはい、そうかそうか、はい、それがそういうのが、うん、まあ博多もだから、板付けとか基地とかあったよね。昔はほらレコード買えんかったけん、うん、ペンで、そうね、ベストリーとかビートルズとかね、そうそう、ロック系を聴きよったよね。うん、そうですよね。あれ懐かしいですね。そういう、まあ、あら、あ、すいません、先輩、先輩とは僕は時代が違った。何枚何枚よくなんだ。それは変わらんちゃ。まあ、あれだけども、ちょっとお便り紹介しましょうか。はい。金田一郎さん、投げ銭FM音中、皆様、こんにちは。あ、投げ銭FM音中ということですね。チャーリー佐藤さんですね。今、あんまりないか、これ、投げ銭1万円来てますね、今日はね。マジですか、うん、やった、使えない投げ銭です。投げ銭使えない投げ銭です。使ってみますか。使ったら、使わっちゃいますね。モロケンさん、お帰りなさい。ただいま。10月初旬に、医師から、体重を減らすように、指摘、指示され、苦節2ヶ月半、週2回、亀有の露天風呂500円に通い、ただぼーっと綺麗な青空を汗だくで眺めていましたという、ね、お、珍しいね、佐藤さんもね。そういうことね。いいじゃないですか。その回あって空とも友達となり、7キロの減量に成功。風呂入ってるだけで、うん、やっぱりその7キロもすごいね。ほとんど水分が酒やめたの。目標を 77.7 キロにあと777、300グラムと迫りましたということで ね、健康的な、最近ちょっと会ってないから。あ、そうなんですか。うん、昔は結構ね、ね、飲んで唐揚げ食ったりとかね、そんな感じだったと思うんだけどもね、はいはい。今年最後のリクエストは、忘れかけた空。そういうのある。
ありますよ。77.7 キロの温度。遠く遠くってね。あ歌ですね。あ、そこそこ。あれそうなんですね。そう、正確だ。そら、いつもね、自分の本当に忘れないようにね、自分のために歌ってます。なるほどね。はい、はい。ということでね、お届けしました忘れかけた空の中、よろしくお願いしますということでね、皆様良いお年をお迎えください。はい、77.7 キロの温度とかいうのあるの？ないよね、そんな。あるよ、あるある。77温度ね。それなんだ、これ、いや、それなんだ。これうまいね、佐藤さんもね、相変わらずね。そっちなのね。佐藤さんって言えばね、もう忘れられないのはね、確かね、いつかな、去年か一昨年ぐらいのさ、去年の暮れ31日かなんか一緒に飲んでて、うん、飲み屋で倒れて救急車で運ばれたんだよ。あ、本当ですか？どうよ、俺もう。なんで、なんで、なんで。大晦日になんで俺が一緒に救急車乗るんだとか思ったことあったけど。本当に、うん、ふらーっと倒れたことあったんだよ。飲みすぎ？飲みすぎで？いや、なんかね、血圧の薬飲んで酒飲んでたみたいな。ああ、それあんまりよく、うん、よくないです。本当、うん、それでだって救急車の中で気がついて、本人は、うん、だからほら自分で薬屋さんだから彼は。ああ、そうかそうか。だから救急隊員よりも詳しかったから。本当、救急隊員に説明してたからね。本当俺はそれもそれはすごい、ね、俺はすごいよなと思って、なんだよとか思って、俺なんで一緒に乗ってんだよ、まあ、大晦日にさみたいな思ったけどね。そういう思い出ありますけどですね。なんか他に来てますか、リクエスト。リクエストお便りね、はい、うん、ソソさんから来てますよ。あ、妖精ソソさん。これは須賀川、はい、福島の。ああ、そうですか。はいはい。冬将軍が、うん、駆け足でやってまいりました。うん、寒いです。うん、そういえば、今年1月5日の金曜日に。ちょっとさ、読んでてもらっていい？俺、老眼鏡忘れた。はい、取ってきてください。初めて川崎 FM に伺い、生の金尾芳郎音楽魂を拝見させていただいた時のゲストは、クリント・イーストウッドに将軍オブ・ザ・ブルースと呼ばれたブルースマン、菊田俊介さんでした。山田さん、その節はお世話になりました。キキさん、立ってずっと撮影をされている姿を拝見し、驚きとともに大変なことだと頭が下がりました。桜田武さん、はい、生ラジオで毎回聞いています。はい、ありがとうございます。松下俊美さん、普段通りの飾りのないトークにお人柄がにじみ、ラジオに向かって微笑んでいます。いいですね。ありがとうございます。金尾芳郎さん、毎回テンションを上げてリスナーを喜ばせてくださってありがとうございます。今日のゲスト、諸岡さん、はい、諸岡健二さん、はじめまして、はい、妖精ソソです。妖精さん、よろしくお願いします。、ね、私の実家は長崎県は南島原市で、どれ天草四郎を総大将として数万人のキリシタンや農民が立てこもった島原天草一揆で有名な原城のすぐそばにあります。うん、ああ、そうなんですか。原城でいいですかね。諸岡さんが佐世保の出身と知り、勝手に親しさを感じています。はい、現在は東京自由学院の学院長さんを就任なさっていると聞いています。頑張ってください。はい、頑張ります。長くなりました。2018年12月28日金曜日、皆々様のご多幸とご繁栄を祈りながら、本年最後のラジオを12時より正座をして聞くことにします。今年もありがとうございました。正座できないと思います。それ今のソソさん、妖精ソソさん、大丈夫？でも学校でもね、僕は生徒とか一緒に聞いてるんですよ。あ、本当ですか。パソコンでね。あ、そうですか。つけて、はい、あ、僕結構事務仕事しながら、ほうほうほう、できないのに。いやいや、本当に、ありがとうございます。聞いてるよ。はい、佐世保出身だ。ありがとうございます。ソソさん。原城ってあるんですね。ソソさんは今、原城、須賀川なんだけども、出身は佐世保なんだね。ご両親が、そういうことか。こちらにいらっしゃるんですよ。ちょっと俺、老眼さ、今日探しに行ったけど、どこかないんだよな。すっごい不安なんだけど、俺、それなかったら。見えない。うそよ、それ入っとわ。これ、老眼、遠近療養。え、そんなサングラスあると？遠近療養。これ、遠近療養。嘘、もう遠近療養じゃないともう見えないですもん。本当、はい、あ、嬉しか、朝なんか あのこの上にハズキルビしてる。あれさ、いいとか、いや、よか、もう携帯の見えんもん、字の。嘘、本当、
あれさ、なんでみんな座るとあれ、なんか、ハズキルーペとか言うの、座るやない、壊れんけんっつってね。あ、ほんとね。メイドインジャパンはこんだけ丈夫だよっていうのを。うんうん、なんでみんな座るんかねって思って、女の子がどんどん座る、メガネ。まあ、昔はほら、筆箱であったで、象が踏んで、壊れんっつって。あった、あった。ああ、ほんと。あれと同じよね。あれ、よう見えるよ、でも。あ、また澤部が来たんだ。初めてやろ。はいはい。久留米、久留米出身。あ、マジですか。うん、久留米の澤部です。あ、僕、久留米大学野球部出身です。よろしくお願いします。南地区です。あ、そうですか。大学の真ん前でした。お前、もうちょっとね。お前、調子こいで喋るなよな、お前。いや、もう上の方になってる。本当、ということでね、今日諸岡健二さんですけど、妖精ソフトさんのリクエストなんかありましたか。うん、リクエストはね、またない、うん、でね、またね、そのまあこれもご縁でね、今度一緒になんか機会があったら行きたいよね。どこに。いや、そのライブハウスがあるんよ、プカプカっていう。ああ、行きたい行きたい行きたいね。行かせてください。昔はさ、今日はそのモロキン魂で危ないよね。そうそう、モロキンで、モロキンだもんからね。モロキン滑舌よくいかない。それで昔よく2人でね、2人っていうか、なんかそういうライブをちょっとやってましたよね。そうですね。まあ来年からちょっと1年1回ぐらいしようや。あ、ぜひいい。あ、もうぜひぜひ、ね、ぜひしようか。あ、やりましょうね。え、うん、どういうタイトルにするとか言ったの。たまにはよしと思う。モロキン玉、あ、ね、玉じゃん、魂。ちょっと今ちょっと。モロキン魂、ね。あ、よしとくんね。あ、ね。モロキンでよし。よしとくんも忙しいでしょ、今。よしとくんはね、オードボーズがまあね。オードボーズやりつつ、ソロで回ってるから。回ってるしね。うん、結構回ってる。忙しいよね。うん、すごい、すごい、すごい。ね。うん、うん、すごいもんね。うん、やっぱりその俺たちほら、その中学院にいた時に、はい、まあ男子が九州ばっかりやね。九州サンバカ大将、ね、本当だよ ね。諸岡健二さん、中村芳生さん、でも俺とかね、うん、まあきちっとした人もいましたよね、たくさん本当はね。いらっしゃいましたね。はい。きちっとした人って ね。でも逆に何、そういう人たちって生徒たちとかは割と慕ってくれたりね。はい、まあそうですね。ね、はい、やっぱね、いろんな話聞いたりとかさ、そうそうそう。うん、できるからね。そうですよ、本当に。普通の学校ではなかなかできないじゃん。そうね。やっぱりね。やっぱりここ心まで行かないじゃないですか、うんうんうん、学校、うん、ね、普通はまあこれまでっていうね、うん、感じないやけども、やっぱり先生たちも厄介なのは相手したくないだろうから、うんうんうん、僕らは結構厄介なんだね。そう、そこにこう中に入り込んでいかないと子どものね、本当の悩みっていうのはわからないんだよ ね、うん、ね。だから僕はもうすでにね、子供たちと同じぐらいの娘がいたので、うん、そうです、やっぱり自分の子供のようにやっぱりもちろん叱るとか叱るし、うん、ちゃんとそういうマナー、いや、怒よったですね、うん、そういうのもやっぱ教えたりね、うん、していくけども、いや、大切だと思うんですよ、うん、親御さんの方がもう知らんやない。まあそうね、はい、ね、そうですね、ちゃんと教えてない、はい、なかったりするからさ、ね、本当子供の悩みっていうのはものすごく掘り出すのは大変やったよね、うん、なんかね、そう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 、ね、まあその中で加納さんはね、いやいやいや、俺は立派にね、いやいや、何もいや、本当にね、やってらっしゃる。でもね、その中で、うん、やっぱり僕自分の学院が、うん、どうのこうのと言うんじゃなくて、うん、やっぱ子供好きだから、うんうんうん、子供たちが笑顔でいれるようにって、うん、心の翼作ったの。おお、どんな感じの曲？泣かないでほら、心を開いて、泣かないでほら、明日に向かって翼を広げて。こんな歌、おお、あるじゃないですか。全部フルで作ってるんですけど、うん、春あたりに、うん、福岡にも立花高校って言って、うん、その不登校とかが通う有名な、そこは公立なんですけど、はいはい、あるんですよ福岡、うん、そうなんだ。そこで、うん、そこの校長さんと一緒になんか、
なんかできたらいいなと思って。ああそう。ほう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 。そこもやっぱりその音楽系のあのもちろんその音楽は全然関係ないんですけど、俺が行くことによって音楽の魂を降り注げ。ああ本当、はい。いいね。なんかいいじゃないですか。うんうんうん、別にね音楽であの世界を幸せにしようとか、うん、思ってるんですけど、そんな簡単にはいかないことが分かってるんですよ、うんねうん、この前なんか書き込んでたらそんな簡単にはいくわけないって、うん、書いてる人が いたんですけど、うん、分かっとるって、ねうん、だけどねそのぐらいの、ね、勢い持ってやらないとつまんねえもんね、うん、そうだね。でも思いながらそうそうそう、はい、まあそのやっぱりこう、まあ、子供たちに対する姿勢とか、はいまあ、たまたま音楽歌ったり、はい、曲作ったりしてる僕らはね、うん、やってるけども、うん、やっぱりそういうのがこう例えば僕が父親が亡くなった時のね、うんまあ、20年近く前に亡くなった時の歌をね、うん、福島の人がその、うん、歌ってくれるわけじゃない、はい、でそのために僕は作ったわけじゃないんだけども、うん、むしろそういうのでなんかこう、いろんな人が福島の方たちが歌っていただけるっていうこと自体が嬉しいわけよ。僕も部屋でね。あだからそのためにするんじゃなくてそれは自然にそういう風になってきたっていう、うん、だからおそらく音楽を通じて ね、 そうね、まあ、子供たちがなんかね、はい、あの幸せになるようなね、うんうん、音楽だけじゃないとしても人間関係ですよね。そうですね、うん、やっぱりね人間心と心が通じ合えばいいんではないかとね、うん、僕は思ってるんですけど、音楽でも何でもいいんですよね、うん、ご飯でもね、うん、鍋しながら ね、 ね一緒にね、うん、こうなんかやるとかね、そうね、カナオさんと酒飲みながらねいいじゃないですか。俺はその時間が大好きですよ、ねあのはい、でもなんかこう熱くね、あの熱く燃える気持ちをずっと失わずに、ね、彼がいて、その彼も自分の病気から、まあ、要するに立ち直ってですね、その気持ちを、まあ、音楽を通じて子供たちに注ぐっていうね、素晴らしいなと思いますよね。健康優良児だったんだけどあんた、うん、そうそう、本当中学校、中学校、素晴らしい肉体を。あ、そうなんだ、うん、最近ねあのお腹ばっかり気にしてたんですよ。うん、お腹出るじゃないですか。うん、だからね、ケツがね、うん、ケツの話が出るの。ケツがね、うん、ちっちゃくなっちゃって。え、いいんじゃないの？老化。嘘。本当。老化でケツがちっちゃくなるって話聞いたことないけどね。いやいや、ほん、本当ですよ。もうケツがね、うん、おかしい。あ、そう。マジで今度見せてあげる。本当。カナオさんには見せてあげる。ケツがそうなの？うん、ケツが老化するんだ。びっくり。いや、ほら下がってくるっていうのはあると思うけど。下がるとかじゃなくて、なんだこれみたい。本当。俺のケツこんなんだったっけみたいな。写メ撮ったんですよ。自分のケツの写メを。ケツの。こうやって。もうびっくり。もうやっぱりね、後ろも前も気にしないとダメですね。あ、前もね。前ばっかり気にしてたらね。交通事故になりますよ。ねえ。本当にもう。ということでね、今日はモロキン魂っていうね。俺よ、大丈夫ですか？いや大丈夫でしょう。あ、もう兄貴またこれでさ、兄貴に怒られるとですよ。お前本当にどこ行ってもちゃんとしとらんって。いやいやいや、あのちゃんとせんか。いや、もうそういうつもりでね、今日はお呼びしてますから。ということでですね、室健さん の、 あの 生歌をね、じゃあ今日もう一曲、あ、いいですか、ご紹介しましょう。そのやっぱりね、心と心が大切だっていうので、うん、ハートトゥーハートっていう曲、ハートトゥーハート、最近好きなんですよ。あ、いい歌よね、これもね、うん、いいですかね。紛れて泣く夜はお前の胸にいつもたどり着いた。何も訳など聞かないで疲れた。
ところで諸岡健二さん「Heart to Heart」やっぱいい歌やね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでもう今年最後のね、はい、あの放送になりました諸岡健二さん、ふさわしい、方をねお呼びしましたけどですね、歌っとらんろ、うん、もうよかよかやろ、なんかする千葉あの千葉千葉千葉生まれ何それ、まあ、佐藤さんのじゃあリクエストいきますか最後に、はい、あの皆さんご一緒に、ね、あやのってよろしくお願いいたします。 77.7 の温度ということでね、佐藤さんのリクエストにお答えします。77温度、いってみましょうか。はい、あやのってね、あなんかあいのて、あいのて、うん、よろしくお願いします。ええ、いくよー。はい、オープン、ツー。
さ。嫌われても逃げられても、俺はめげないぜ。ということでですね、今年1年お世話になりました、皆様方良いお年をお迎えください、また来年お会いいたしましょう、今日のゲスト諸岡君さん、ありがとうございました、ありがとうございました、桜田武さん、はい、ありがとうございました、松下俊美さん、ありがとうございました、動画の岸さんもありがとうございました、皆様方ありがとうございました、澤部君もありがとう、いえいえ、お疲れ様でした、タオさんもありがとう、レイちゃん、はい、レイさんありがとうございました、ということでですね、来年はですね1月4日になりましょうか、はい、ね、良いお年をお迎えください、お相手は金吉郎でした、 See you next time。 幻を見たんだ、後ろ姿優しい、あの人は今はない。